はいどうもこんにちは、っか塾の久保です。Facebook を見てるとね、こういう広告が出てくるんで立ちが悪いですよね。こういうやつです。今日から Amazon で新しい公式デジタル通貨を購入できますってあるでしょ。で、1日目3万2000円購入すると、1週間目に22万になって、2週間目に53万になって、3週間目に110万になって、4週間目に260万になるって書いてます。まあね、3万2000円をスマートに投資する方法。 Amazon のデジタル通貨ででここんんななとになるんでしょうかまあ、詳しくはこちらって書いてあるんで絶対これ Amazon からの公式情報ではないと思いますけどもクリックしてみますよはいそうするとこういう風なねインチキなジジドットコムっていうインチキサイトですよこれインチキサイトに飛びますでこういう風に拾ってきた写真をつなぎ合わせてこういう風なねメディアのなんかねロゴをつけてですねそれっぽく見せてるんですよで右側の方にはちょっと切れてますけども 収益を上げた人のね、こう、なんかこう、感想とか書いてあるでしょ。もうこんなんね、1秒で嘘って見抜けますよね。前回も、そのソフトバンクが暗号通貨を開発したから投資しましょうみたいなこと言ってましたけども、ビットコイン AI360 とかね、これインチキですからね、これも。ビル・ゲイツさんが出てるように見せかけてインチキですね。いや、こんなのね、登録して利益が言われるときはね、登録しちゃダメですよ。でも本物っぽいですよね、でもね。 本物っぽいけどもこんなのは5秒で見抜けないとダメですねはいえっ、ー、とアマゾンのそういうのはないですこれはあのフェイクサイトでこういうふうな時事ドットコムとかのね記事じゃないですからねこれを Facebook 広告に掲載できるっていうのが立があるでしょ詐欺広告も Facebook が容認してるわけですよどういうことなんでしょうねいや私はこれ詐欺だと思いますんで絶対に契約しない方がいいと思いますつうか詐欺でしょこれ時事ドットコムとか全然時事ドットコムじゃないでしょこれ 試しにクリックしますよ。どっか、任意のところ。クリックしたらね、ほら、ここに飛ぶんですよ。登録の画面に。ね、で、ぐーっと戻して、全然関係ないところまたクリックしますよ。ほら、今度、ビル・ゲイツさんクリックします。ほら、またね。これだ。マカフィーとかノートンとかね。それっぽくやってますけども。こんなダメですよ。もうちょっと考えて、ズルはしてください。それじゃあ。